2007年のカンネ国際映画祭での映画、チッコに対するスタンディングオベーションアメリカ国防総省スタンディングオベーションは演奏会やスポーツなど人が集まるイベントなどで観客が立ち上がって拍手を送ることである。素晴らしい演奏や演技、プレーに感動した観客による最大限の賛辞である。昔日本語では満場総立ちと表現することがあった。逆に非難する場合は、 ブーイングが用いられる。1743年、ロンドンでヘンデルのオラトリをメサイアが時の国王ジョージ2世の前で演奏された際、その中の一曲であるハレルヤコーラスを聴き、その素晴らしさに圧倒されたジョージ2世が立ち上がって拍手を送り、その行為に周りの観衆もつられて立ち上がり拍手を送ったことがスタンディングオベーションの起こりとされる。このように、 スタンディングオベーションとは、自らの感動や、称賛の念を素直に表した行為である。日本は諸外国と比べて、スタンディングオベーションは起こりにくい土壌にある。来日した日本国外の音楽家は、日本人は、立ち見席のライブでは大いに騒ぎ盛り上がる。また、音楽自体に耳を傾けてくれる聴衆が多いという、意見も多いが、一席に座ったままの聴衆が公演途中で、 スタンディングオベーションを起こすことは少ない傾向にある。ありがとうございます。